はい、運広い120実践運広い53日目、多分ここはご縁がないと思いますけど、春日池公園に来てみました。なんか最近あるよね、ちょっと僕思ったんだけどさ、福山市の街の案内してるような感じがする。まあいっか、それでも。ではではでは、そんなこと言うとあった？ここに。今日はトングを使わない。めんどくさいから。かき氷。バラでも見に行きますか。福山といえばバラ。お。ウルヴァリンが、寄り道。おお、こんにちは。まさかここでお会いすると。そこでいいですか、実は。はい、大丈夫ですよ。もう毎日欠かさず。そうなんですか。見おりますよ。ありがとうございます。昨日も見たし、その前もずーっとね、いや、どっかで会うんじゃないかな思いながら、ね。本当ですね。覚えたと。頑張るってですね。さあ、今日も。今日53ぐらいじゃないですか。今日53日。53日。意外にあるなと思って。ええ、これだから、まあ、頑張る、100回ね、頑張るって言おうちゃったから、もう、同商店かな思ってね、これで、時々はあるんですよ、川内広場へ行ってくるから、じゃあ、2週間ぐらい前だったかな、ひょっとしたら会うかな思ったら、前後に行っとっちゃった。あ、そうなんですか。ちゃんと拾っとっちゃった。それだけ、なんか、トライアスロンかなんかがあるような、ああ、そうですね。はい。あげとっちゃったから。お久しぶりでございます。もうね、あんまり川内広場行くことは少なかったんだけど、まあ、YouTube の方はずっと。ありがとうございます。もういろいろね、いや、ひょっとしたらね、まあ、あちこち、ね、この間も入江大橋とか、ね、ハッピータウンとか、笠岡の駅の方まで行っとっちゃった。それでね。あちこち行けるから、どっか出没するんじゃないかな思いながらね、もう絶対に会うなと思ってた、あんだけ、いろんなところをね。ああ、確か春日の辺でしたよね、お住まいって。そうです。ですよね。春日の近くですけどね。だから、ここはね、私らの、まあ、テリトリーというか、毎日、週に、まあ、4日ぐらいかな。ああ。4日ぐらいずっと。はい、運広い。53日目、春日池終わりでございます。いや、びっくりした。森本ご夫婦とお会いしましたね、また。おお。すごいなと思って、今日は最初木野町のフレッシュな演しようかなと思って、こうラジオが終わった後、あ、違うなと思って、で蔵王の泉夢ダウンか、なんか違うなって、春日井来てこう歩いてたら、おらってみたいな、すごいなと思って、これもあれなんですよね。今日は、今日ね、森本さん夫婦とお会いするという
ことがもう決められてたということですよね。これはもう必然でございます。けどでも本当奥様のね歩行がねめちゃめちゃ良くなってた。1年3ヶ月前とかなお会いしたのが、それでだいぶねやっぱ僕と違ってねちゃんとリハビリされてます。本当にもういやなんか改めてあこのリハビリの大切さっていうのは必要だなって私思いました。ということで今回の運拾い100日実践運拾い53日目は春日井でなんと森本国府とお会いしましたっていう動画でございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。